はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということでですね、本日なんですけども、藤波晋太郎物語第9話ですね。前回ね、ちょっとやめるかやめないかと悩んでたんですよね、1軍に昇格したんで。ですけど、まあかなりの方からね、やってくれという声をいただいたし、コメントもね、全部見させてもらって、まあね、ちょっと新たなる目標を立てようと思いました。今現在、1軍最多勝、菅野選手です。このゲームにおいてね、7勝2敗で菅野選手なんですよ。なので、まあ今まだ6月11日という、まだ早い段階なので、最多勝狙いたいと思います。藤波投手で。まあ現在ね、藤波投手0勝1敗。前回ね、もうひどいぐらい打たれて、防御率 31.5 ぐらいまで膨れてるんですけども、ちょっとちゃんと見てないんですけども。まあね、今回はちょっと、しっかり抑えて、もうガチでやっていきますんで、うん。本当にね、ふざけとかなしでやっていきたいと思ってます。はい。じゃあね、早速、やっていきたいと思います。はい、ということで、交流戦なんで、ホークスですね。相手のピッチャーは高橋礼選手。前回、プロ野球スピリッツエースで、セレクションと出ましたね。前回というか、まあ今回ですけども。はい。じゃあやっていきたいと思います。結構久々なんで、ナイスピッチいけるかな。上林が打席に入ります。怖え。あ、いいね、いいっすね、いいっすね。あ、いいよ。取れる取れる。待って、はい、熱い。ちょっと待って、今のさ、サード突っ込めし、一塁には先制のランナー、サード突っ込めし、まあ送るとしたら彼ならきっちり決めてくれるでしょうね。ショックオッケー。うわー、けどゼフチョやからたまに伸びがないわ。やばい。打球はライトへ。オッケー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 。ライトが今の14本打ってるで。球は何から入ってくるか。打ちました。ゲッツ。マルテ。二塁へ。二塁アウト。おい、チャレンジチャレンジチャレンジ、せえて。柳田。よっしゃよっしゃ、ギータ抑えた。ピッチャーが構えます。遅っ抑えて、アウトチェンジです。お願い、入らせてベンチ、お願い。はい、決してふざけてません。デスパイネ選手ちょっと細くね。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。はい、サード、あ、ショート、よしよしよし。取ってワンアウト。今宮選手6番、打率3割5分2厘。バッターを打ち取っ、ちょっと球遅いな。よっしゃ、ショート。取りました。一塁送球。なんか球に切れないんですよね、今日。積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。よっしゃ、セカンド。な、ちょっと待って。ちょっと守備。うれ。やばい。ちょっと嫉妬多いな。気をつけていこう。うわ、やべえ。おい、ナイスナイスナイス。え、ちょっと待って、ゲッツ、今のさ、球の速さでさ、ゲッツできないってどういうこと。あ、チェンジやった。アウトカウントを間違えるというね、高校野球では絶対交代させられるようなミスを犯してしまいました。藤波投手じゃなくて僕ですね。はい、藤波投手は悪くない、うん、また藤波投手のこと悪いこと言うとね、またね、あの、悪く言うなとか、ね、お前は藤波かとかいうコメントがいっぱい来るんでね、うん、ああ、一つ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 、よしよしよし。ちょっと嫉妬多いな。ちょっと気付けよ気付けよ、マジ気付けよ。へえ、なるほど、そうですか。インコース、もうあかんわ。嫉妬パラダイスですわ。どこ行くね。ちょっと嫉妬多いぞ。止まれ、止まってくれ。まあ、1点は全然ね、大丈夫です。よし、しょー、なんでなんでなん。柳田選手あんなカス当たり打たへんて。2球目打ちました。三塁線落ちてフェア。バースランナーセカンドバンで三塁に向かう。もう交代してくれ。バッターランナーは二塁です。何が最多勝やて。ああ、また操作下手とか言われるんでしょうね。ああ、もうよ、もう交代してくれ、もういいです、ごめんなさい、謝ります。僕が悪かった、俺が悪かった。もう最多勝とか夢見てごめんなさい、本当に。またノーアウトです。あ、もういいです。あ、よう取った、よう取った。
まあこの回終わったら多分交代させられると思いますんで、ちょっと次切り替えてやりたいと思います。2軍降格とかなったらごめんなさいね。もう2軍降格したら藤浪死んだろ物語終了します。低め決まってストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、初三振じゃない。うん、防御率 23.1 です。はい、実際のプロ野球では絶対みんな取れるでしょ。取ってや、もう家帰る。お疲れです。ダグアウト変わります。お疲れです。お疲れです。矢野監督お疲れです。交代か。初めて見たこんなコマンド、初めてこんなコマンド見ました。降板します。はい、2敗目。はい、2敗目。さあどうですか。皆さんどうしますか。皆さんは僕のこのプレイスキルを見て見れますか。目を開けて見れてますか今。はい、わずか2000円で2軍降格ですよ。情けない。しかも2軍でじっくりからのスタートなんで、これまた1軍上がるだいぶ遠い話になりました。まあとりあえずちょっとまた一戦したいと思います。はいはい、ということで頑張ります。頑張らせていただきます。よしよしよし。木南さん、木南氏。しかもまたちょっと天気悪いし、雨降ってきたらまたコントロール悪くなんで。手滑るで、結構指先からの、指先の濡れ具合で球のさ滑りがさ、おい、いやいや待って、球審白井さん。はい、サード、サード、鳥谷さん。いやちょっとまたコンピューターの強さちょっとまた変わってね。なんか一回ね、コンピューターの強さ改善入ったんですよ。難しいが難しすぎるというので改善が入った。メネセス、上位メネセスです。はい、 JM。 はい、レフト。なんかまた難しい。ちょっと待って、これ2軍のメンバーが2軍じゃないぞ。オリックスもピッチャーだってディクソン投手ですし、バッター T 岡田選手が4番に座ってます。ほら振らないもん。よし、なんでこんな2軍では調子いいねんけど1軍になったら、あー、いやと、ちょっと待って、取れたやん。だってさ、内野のさ、内野抜けてさ、左中間抜けるってさ、正面ですよ多分おそらく。うわぁ、渋、いぶし銀やん、いぶし胸やん。うわぁ、俊太選手おるやん。何して、何してんねん、もう。なんでこれがストライクな。明らかにボールやん。うわー、どうしよう、高めかな。はい、センター、センター、はい、ナイスキャッチ。まあ1点は全然いいですから。うん、はい、ライト、レフト、セファイ、はい、ナイス。どういうキャッチの仕方、うれうれ、怒りのフォーク。はい、ピッチャー、キャッチャー、原口さんまだキャッチャーなんや。 DH とかで一軍に上がってほしいですけどね。ってセリーグは DH ない。さあ落とそう、同じコースから落とそう。はい、ナイスボー。危ね、一軍やったら今の完全にホームランコースでしたけどね。ちょっと一回ね、キャッキャッキャッで落とす。はい、ナイスボー、振れよ。おお、粘るね。上位がネクストバッターサークルにいました。あ、やば、いや、いけるいけるけど、いける。あー、ナイスショー。怖えー、メネセス。よっしゃー。え、おお、しゃー、ナイスボー。ポンポンといこう、ポンポンと。もう、あ、やっぱ失投でもやっぱ2軍は打たへんな。はい、ナイスボー。取れる、原口さん。フェンスによじ登ってでも取って。よし。見てる見てる、 T が。はい、悔しがってる。首かしげる。パチパチ。
シャートンギュー、ナイスピッチじゃなくても、ほらもう全部キャッチャーフライ。今日原口さんキャッチャーフライ4球目です、おそらくね。なんとか味方、まだ40球か。実際の藤波選手でもこんなピッチング、あー、いやえぐ、宗選手えぐ。宗選手ってどこのハーフなんかな、ちょっと気になりました。はい、宗選手どこぞのハーフか知りたいよ。いやー、フランナー、さあバントさせ、おい、え、もう絶対盗塁されるもんな、もうね盗塁しかされない藤浪投手。おい、スリーバントするとはなめてんな、ほんま、え、スリーバントはなめてる、よし、はい、ナイス。ね、当たり前でしょ。高校の時習ったんですよ、僕。バントするやつはインハイ投げろと。うん。当ててもいいからインハイ投げろと教わりました、僕は。ピッチャーじゃなかったけどね。なんて。やばいやばい、さすがにやばい、これは。もう一点許すのはマジでやばい。一軍上がらねえ、またあの辛かった日々に戻る。また藤浪晋太郎物語1,2,3 話ぐらいの記憶が蘇る。やめて、それだけはお願い、振ってよ。ゲッツ、ちょもうほんまにセーフじゃねえよ、ちょマジでやばい。そんでまたバントしてくる鬼、いやちょっと待って、いや今のは俺悪ないて。だってあのさ、強振されたバントはサードが取りに行くって教わったって、高校の時。ボテボテのピッチャーがサードに走らないといけないけど、よし、ナイス、よし、いやー、じゃあまだチャンス与えてくれてます。いやもうほんまこのチャンスをね、後で返しちゃいけないから。ちょ、ほんま三振して、三振せんくなったコンピューターが、どういうこと、あ、絶対セーフ、これ絶対セーフ、トンギュートンギュー、はい、ナイス。宗選手背番号6なんや、宗選手今一軍おんのかな、どうなんやろ、よっしゃ、よし、早いよ、激アツ、逆転、これは激アツ、抑えろ、絶対抑えよ、絶対抑えよ、何が何でも抑えて勝ち投手をゲットして一軍昇格になるべく早く行こう。よし、センター、よーし、もう一度フォーク投げよう、インハイ、おっしゃ、おそらくこれがラストの。宮崎選手だいぶ顔ゴリってない、まあ多分ラスト回になりますんで、ここは失投したらホームラン打たれるよ。あ、やばい、緊張した、今手震えた、よっしゃ、さあ勝った、you